私は時葉。正義を貫くことをこの槍とあなたに誓います。さあ参りましょう。次はどこを目指しましょう。何が出るかなっと。よし、やってやる。君のやり方に合わせよう。これで崩れろ。ローリングスマッシュ X アルバフェイスト。オッケー、確実に当てるわ。どうだ、敵の血が効かなくて気合入ってるね。調子が上がってきたよ。迷いはない。コスモス勢力を確認。コンセントレーション。このまま私のそばに。ダブルスピンエイジ。いい反応。お嬢さん、崩れろ。覚悟しなさい。燃えてきた。また次の意識を。お見事じゃ。もっと褒めてくれてもいいんだよ。どう？さっさと結果を聞きに来い。どれどれ？みんな帰ってきたみたいだもん。よく知ってるわ。私の知識によると、二度はやらん。上出来や。もっと強くなれる。もっと強くなれる。もっと上を目指す。俺の成長は止まらん。私が戻ってくるまで退屈してなかった？上出来や。もっと成長できるみたい。何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。
見つけた。この調子でガンガン見つける。お最善を尽くすことからじゃ、レッカス。はっ、ちっちゃんこそ教えてよ。ローリングスマッシュ、貴重なチャンスよ。私に魔のチャンスだ。見せてあげる。レッカ、今は守ることをお考えに。どうだ、行くわ。行きたい。いいぞ。行ける、行ける。流れを掴んだのか。どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、やってやる。しっかり頼むよ、レックス。崩れろ。ローリングスマッシュ。レックス、聞かれるわ。いや、このチャンスだと見せてあげる。はっ、敵の属性が攻撃変化したようだの。はっ、レッカ。はっ、コスモス。コスモス、行ったわ。出撃。ダブルスピード。指示されたし。一気に片付けるチャンスだね。その言葉を待っていた。ローリングスマッシュ。アンカーショット、レッカー、ダブルスピンエッジ。アンカーショット、日々の変化を重ねて。ダブルスピンエッジ、見せてくれ。見せてあげる。ライトニング、コンセントレーション。マスター、いいね。これで敵の属性が、レッカー、コンセントレーション。ずれろ。サンキュー光、うまくやれたみたいだ。因果率予測を使えばこんなものよ。ま、まあ君も頑張ってるけどね。いただき。いただき。何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。
やってやる。君が頑張るとこ見てた。弾かれた。なんと。そうはいかないわ。ヘッカダブルスピンエッジ。私に任せなさい。うまい。あっと、どうなっても見せてあげる。はっ、俺たちの力を見せてやろう。いつでも声をかけてくれ。私はいつでも怖くない。アンカーショット。はっ、ヘッカ、これでも食らいな。いいぞ。指示されたし。オッケー、良い指示だ。ダブルスピンエッジ、ミッドファイヤー、ダメ。ダルの身にしよう。いいぞ、カナキモチ。シレット、心強いね。それ、イーグルアイ、できろ。やっこ、いつでもいけるよ。自然な獣に負けるわけにはいきません。いいね。手加減なしで行こう。油断は趣味じゃないんだ。これで見ろだ。一気にノーリングスマッシュ。そのチャンスを待っていた。私にまたチャンスだった。いけー、覚悟しなさい。敵の属性が氷に変化したよ。さすがです。メッカ、ダメージアーマー。いいぞ、アンカーショット。そのチャンスよ。いいぞ、ダブルスピンエッジ。目にも見せてあげる。崩れろ。いいね、レッカ、ちょっと、そこ、お嬢さん、ダブルスピンエッジ、私に任せなさい。よいぞ、ニア。その調子でレックスをバシバシ鍛えてくれ。よく知ってるわ。私の知識によると、何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。どれどれ。よく知ってるわ。よし、やってやる。レックス、行くわよ。崩れろ。崩れろ。
だ。何が出るかなっと。よく知ってるわ。私の知識によると、俺たちの力見せてやろう。レックス、崩れるわよ。このぐらい。今のどうもこのチャンスだね。ボーリングスマッシュ、確実に当てるわ。今はまばらの人を置く世界に知れぬものを感じます。レックス、怖くない。アンカーショット、崩れろ。うまい。ダブルジーエッジ、お見舞いするっぽー。よっ、ここで畳みかける。オッケー、崩れろ。ここが見せ場だ。コンセントレーション。私はいつでも受けるパッチ。レッカー、これでいいぞ。どうだ、このチャンスだっぽ。これこそが特別試験官の実力。これこそが特別試験官の実力。いい判断でした。ここで畳みかける。全力でやるよ。光、集中して。レックス、セイクリッドアロー、ヒッケー。上出来だ。これ私の好きなやつ、知っててくれたの？どれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、何が出るかなっと。よく知ってるわ。やってやる。君が頑張るとこ見てた。崩れろ、崩れろ。なんと、ローリングスマッシュ。はい、アンカーショット。うまい。ジャンポン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 。レッカー、コスモス、コスモス、出撃。ダブルスピンエッジ。このまま私のローリングスマッシュ。アンカーショット、やれるわ。避けんなよ。ローリングスマッシュ。アンカーショット、お嬢さん。はっ、いいじゃん。これこそが、これでも食らいな。はっ、キルベルト、エセントレーション。ローリングスマッシュ、ダブルスピンエッジ。いいじゃん、決めてくれ。避けんなよ、そこね。いいね、リーチショット。効かない。はっ、ここで畳みかける。オーケー、ビッグファイヤー。ローリングスマッシュ、ダブルスピンエッジ。パワーアンカーショット。やっ、ああ、私がお守りいたします。いい子ね。何が出るかなっと。よく知ってるわ。私の知識によると、
し、やってやる。君のやり方に合わせよう。はっ、行くわ。崩れろ、崩れろ。ローリングスマッシュ。レックス、あ、やりまーす。トップリーハン、兄ちゃん、もらったから。いいね。はっ、崩れろ。このまま倒せよ。外もして出撃。ダブルスピンエッジ、ローリングスマッシュ。ダブルスピンエッジ、余計余計。これでも食らいな。崩れろ。ローリングスマッシュ、ダブルスピンエッジ。レックス、まだか。敵の意識をこちらに集め、私の力味わいなさい。召喚だ。みんな息を合わせて行くぞ。相手してくれはりまし。いや、頼む。任せときなって。ギタギタにするっぽ。メリフ、やっちゃって。マサラ、我が太刀を喰らえ。もう一丁。光、いいわ、任せなさい。貴様の相手は我なり。いや、頼む。任せときなって。マサラ、命令を。対象、沈黙。メリフ、やっちゃって。スペルビアの一瞬にかけて。これがとどめだ。さすが俺たち。にゃよっと。
崩れろ。私は任せる。勢力の脅威と判定。はい。それでいいか。ここで畳みかける。もう大丈夫。いいじゃん。見えてちょっと確保しなさい。敵の注意がそれてる。小計算避けんなよ、はい、崩れろ。なんと効かない。ダブルスピンエッジ激怒ローリングスマーラブンダー指示されたし。オッケー諦めろ。アンカーソットコンセンレーションダブルスピンエッジ決めてくれ。ここがイーグルの果てよ。カグツシ参りましょう。諦めろ。ヒギーよ。まずは俺。メド責任重大ね。ニア頼む。任せときなって。リャッコ手よりは勝負も。メルフやっちゃって。まだつっ、ここが終焉だ。まだまだ。どうニア頼む。任せときなって。あまり働きたくないっぽ。あきゃ。メルフやっちゃって。いいだろう。カブツシ私が。まだまだいけー。どう。いや頼む。任せときなって。ここで終わらせてやりましょう。メルフやっちゃって。我が道を切り開く。まだまだ光終わりにしましょう。ニア頼む。任せとプラン B を確認。アキャアキャ。メルフやっちゃって。いいだろう。私がか、勘弁してくれ。私たちの力、思い知ったか。さすが俺たち。にゃどれどれ。よく知ってるわ。私の知識によると、でガンガン生きてるっぽ。どれどれ。私の知識によると、
れどれ。お魚、お魚。何が出るかなっと。何が出るかなっと。どれどれ。どれどれ。ただいまっと。お疲れさん。どうだ、俺に任せて正解だっただろ。お疲れ様。成長の余地があるようだ。今後の活躍を期待してくれ。好きなので、どこへだって行きますよ。みんな、頑張って。全力で任務に当たります。全力で任務に当たります。天野坂鉾、これが部隊名だ。安心して、待っててくれ。頼んだよ。俺に任せときな。今日から俺たちはチーム
ブレイブプロミネンスだ。おし、一丁行ってくるか。諸君の健闘に期待する。皆さんに迷惑をかけないようにしないと。別動隊として行動する。別動隊として行動する。はいはい、了解。仕事はきっちりこなす。七光リフラジオレット、頑張ります。私、精一杯やってきます。頑張れよ。何が出るかなっと。こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。
指示されたし、敵意は我がいただく。我に挑むは愚行なり。すげえ、やんな。お見事じゃ。こんなん朝飯前、何が出るかなっと。みやびに行きたいものやね。500歳若ければの。崩れろ。見てなって。これで。これで。敵の血を引き出せば。確実に当てる。どうだ。いいね。実験は見せ場だ。お上手です。はっ。結果を見せる。勢力を確認。ダブルスピアーで。異常に変化したようだな。はっ。いい判定。なんと。お嬢様、ほとんど行くわ。いいね。フリーズ、ちょっと落ちろ。いるか。メッカノックオン。ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。アンガソット指示されたし、あちらに足に。ダメダメ、大丈夫よ。オッケー、激怒。サンキュー。それでいい。準備オッケー。今だ。崩れろ。転がれ。もう片打ち。ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。アンカーショット。はっ。メド。なんと。ここは慎重か。はっ。シエント。これが無敵の無敵。オッケー。いい感じだと思う。こいつらは食べちゃダメだよ。ダメなのっぽ。でも味見くらいさせてほしいっぽ。そこ！よし、やってやる！崩れろ！私の心配はいらないよ！コンセントレーション！ローリングスマッシュ！アンカーショット！そんなチャンスよ！アーチ！ダブルスピンエッジ！アンカーショット！いいじゃん！そうはいかないわ！ダブルスピンエッジ！いつでもやれしようと！オッケー！いいぞ！指示されたし、マイル。いいね。かげろ。怖くない。やっか。ダブルスピンエッジ。崩れろ。いつでもいけるよ。はい、気をつけて。これあるは。メッカ勢力を確認。いいね。レックスはたまに脇が甘くなる。ホムラ、しっかりと見守ってやってくれ。はい、もちろんです。崩れろ！崩れろ！ずいぶんとあの少年に思い入れがある。アースヘイス！ヨランダ！いいこの店だけ！敵の注意を引かなくても。はっ！いいね！はっ！はっ！崩れろ！あっ！こじんすけ！ダブルスペインエッジ！これこそが特別な生誕の実力！これで！いいぞ！に当てるわ！そこ！いいね！ここ！だね！ここ！崩れろ！崩れ！まだついね！私は休んだ。あとは私ダブルスピンエッジ。もう決めてくれ。召喚ガン、ビッグファイア、セキロ。準備オッケー。これこそが特別出現感の実力。ノックオン、シエント。確かにまずいな。いいぞレックス、やれるわ。いいじゃん。ここで畳みかける。やっこ、ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。アンカーショット、ダブルスピンエッジ。いいじゃん。どうだ、崩れろ。レッカ、転げ。今が回復のチャンスだっぽ。どうだ、はっ。コンセントレーション。いいね、全力でやるよ。光
集中して、レックス。セイクリッドアロー！いっけー！楽勝！浮かれている暇はないぞ。楽勝楽勝！いかなる相手だろうと手加減はしない。崩れろ！崩れろ！アンカーショット！俺たちの力見せてやろう。その言葉を待っていた。いいね。私はいつでも OK だよ。どうだ、うん、一層のチャンスよ。私に任せてください。確実に。どうだ、私がいる限り適正力を。礼を言おう。いいね。結果判定。何お願いしようね。私がお守りいたします。自立て大活躍。ありがとう。はっ、コンセントレーション。崩れろ。崩れろ。いい反応。いけー。引っ張ってください。リビの検査を。結果コスメで適正力をどうでもいけるよ。こちらに集め。はじかれた。見事だった。お願い。最大攻撃。敵の注意がそれてる。よー、うん、コピンちゃん。シレット。レックス、やれば。ダブルスピンエッジ。身を守る。オーリングスマッシュ。アンカーショット。あっ、ダブルスピンエッジ。私が守る。ニャ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 。敵が見える。アクションウェーブ。いいね。はっ、アンカーショット。うん、今だ。あっ、ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。うん、シレット！ダブルスピンエッジ！ローリングスマッシュ！アンカーショット！マサラ！イラスマイル！ローリングスマッシュ！ダブルスピンエッジ！ここで叩きかける！うっ！さあ、決めろ！いや！我に挑むは愚行なり！ホムラ！いいぞ！よろしくお願いします。ここで語りかける。2年なんと、転がれ。メッカイーグルアイ。ローリングスマッシュ。参ります。フレイム。嘘。ノバ。はい、止めてみせます。いいね。ありがとう。指示されたし。ニャ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 。オッケー。ダブルスピンエッジ。さすが。ローリングスマッシュ。ダメだけ大活躍のマキッポ。ドランだと。はっ、ダメ。崩れろ。はんなりと崩れろ。美しゅう決めるえ。わだつみ。敵の意識をこちらに集め。いいね。準備よ。敵の属性が氷に変化。はい、なんとさせない。礼を言おう。シレット。いいじゃん。タッチダウン。はっ、うまそう。はっ、シュート。スロー。スロー。バサラ。すべての敵意は我がいただく。かぐっち。参りましょう、メレクさん。やおいで。メッカ。オッケー。崩れろ。お上手です。うん、やドルビーカマヨー。呼ばれるしね。やっほー、うん、レッカー。私の攻撃はどうやろ。オッケー。お嬢さん、いいね。いけるよ。いっけー。いただきます。ポーク。崩れろ。ダメージオーバー。ありがとう。いいぞ。私がいる限りラウンドビーエンド。レッカー、ホムラ。はい、アーティスト。ダブルスピンエッジ。アンカーショット。うん、うまい。崩れろ。敵の意識をこちらに集め。強い怒りの攻撃に変化。警戒を見ても何に行こう。ニャ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 。いい感じだ。敵の心強いね。今日のやつはこれだっぽ。私に託してほしい。シレット。私たちを見くびらないことね。かぐっち。参りましょう、メレクさん。ここで畳みかける。メッカー、私を守る。しんちゃん、これはどうだよ。オンに切る。決めてくれ。お嬢さん、崩れろ。うん、
血を喰らえ。もういっちょ決めてくれ。この美しさ、見とくれやす。ミア、頼む。任せときなって。二度手。あまり働きたくないっぽ。メリフ、やっちゃって。作戦通りだな。バット、ハヤテ。まだまだ。ホムラ。タイミング合わせます。ニア、頼む。ニア様の出番だよ。ボボ。お腹が空きすぎて限界。メイフ、やっちゃって。作戦通りだな。カグチ。私が。まだまだ。いけー。これなら。崩れろ。レッカ。やっちゃった。いくよ、ホムラ。さあ、決めろ。はい、いくわ。ここ。バーニング。そうだ。限界っぽ。これが私たちの力です。どうだよ、じっちゃん。こいつは聞いただろ。みんな、お疲れちゃん。見事な戦術だった。よし、やってやる。君が頑張るとこ、見てて。崩れろ。崩れろ。立場が異なれど目的は同じ。悪くないな、仲。朝になったね。おうおうおう、もう朝っぽ。どれどれ。こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。何が出るかなと。だ。この先用心するんじゃ。力が出ない。よし。
次は何が出るかなしっかりしたかなお魚どれどれこう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもんどれどれ木々のことはよーし取りますえ。何が出るかなと草花は心を癒してくれますね。どれどれ木々のことはよーし取りますえ。私の知識によるとている暇はないぞ。何が出るかなと。どれどれ？よく知ってるわ。私の知識によると。
見つけたぞ。一つ思い出が増えた。手加減なしで行こう。いかなる相手だろうと手加減はしない。燃えてきた。いいぞ。調子が上がってきたよ。ローリングスマッシュ。ここで畳みかける。ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。アンカーショット。ダブルスピンエッジ。アンカーショット。負けるわけにはならない。声をかけてくれ。よっ、私は一人だけだ。メッカ氷に変化したようだ。ダブルスピンエッジ。進めろ。アンカーショット。ダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。ダブルスピンエッジ。うむ、お見事じゃ。もっと褒めてくれてもいいんだよ。メレフ様、また難しい顔をして眉間にシワできてしまいますよ。解せないんだ。反アデル派がルクスリアを建国し、戦後他国からの干渉を一切避けた。だが王のあの様子、他にも何かあるような気がする。何かって？今回の件は法王庁からの申し出だ。それをあそこまで拒絶する理由、まるでその関係を立ちたがっているかのように見えてな。何か別の弱みを握られていたということですか？それならば説明もつくのだが。ジーク、その辺の事情は？わからん。記録も残ってへんからな。お前はどうだ？私のその頃の日記には何も。多分何らかの事情でコアに戻っていた時期かもしれません。じっちゃんはその頃のことを知らないの？ん？わしは別の場所におったからの。人間の国の情勢とやらにも興味なかったし。なんだよ、無駄に年食ってる割には役に立たないな。お主、コルレルみたいな物言いをするの。王様が語ったことが全てじゃないってこと？可能性はあるわね。それは神たちがイーラの名前を継承しているのと関係あるのでしょうか？この先の世界を見ればおのずとわかる。お前はここまで来てしまった。この先の世界、シンが言ってたこの先の世界って未来のことかと思ってたけど、あれって過去の人間の歴史って意味だったんじゃないかな。そこに彼らの戦う理由が？うん。もしそうだとしたなら、やっぱり私は眠りにつくべきではなかったのかもしれない。ただいまーっと。みんな帰ってきたみたいだもん。よっと。どうだ、俺に任せて正解だっただろ。お疲れ様だもん。Thank you.
ゃ。よっと。聖杯大戦時の戦場跡じゃな。見覚えのあるものも結構あるわい。壁も地面も溶けてる。かなり激しい戦いだったんだね。天の聖杯のデバイスは、光ちゃんが行使するセイレーンやサーペントだけじゃありません。当時は無数のデバイスが滅によって行使されたんです。そいつとの戦いの後ってことか。ねえ、デバイスって一体何なのさ。サーペントは見たことあるけど、セイレーンってのは降ってくる光しか見たことないし。天の聖杯に与えられた力、遥か天空の楽園に眠っている神の剣。ちょっと、楽園ってもしかしてめちゃくちゃ恐ろしいとこなんじゃ。わかりません、わかりませんって。私の記憶の片隅にあるのはあの街並みだけ。なぜ父様が私を、そしてデバイスを作ったのか、私はそれが知りたい。ホムラ、いいじゃないか、そんなの言ってみればわかるさ。あんたね、宝の箱は開けてみるまでわからない。でも開けなければそれはただの箱。サルベージャーの合言葉その4ってね。たく、サルベージャーの合言葉と一緒にすんなよ。楽勝楽勝。相手を侮る。はっ、行くわ。崩れろ。ローリングスマッシュ。そのチャンスよ。私にまっいいじゃん。ゲーッ、パニッシュメントレイ。宙に効かなくていいね。このまま私のカードコスモス出撃。ローリングスマッシュ。私にまっいいじゃん。ゲーッ、崩れろ。キルベルトエフェクトリフレイン。はっ、また着いた。私に任せたのよ。早く敵を引きつけるんだ。手加減なしで行こう。はっ、はっ、ちょっと変え、崩れろ。ローリングスマッシュ。私に任せたのよ。行くわ。私に任せたのよ。確実に当てるわ。はっ、敵の姿勢が氷に変化したようだ。はっ、レッカー。このまま私コスモス出撃。ダブルスピンエッジ。さすがチャンスよ。準備 OK。 私に任せ、消えてくれ。見せてあげる。すげえ、削れろ。やんな、覚悟しなさい。レッカー、転がれ。ミッドファイヤ
ダブルスピンエッジ。次の戦いが楽しみだね。よっと。よっと。どう。お宝回収。俺たちの力、見せてやろう。レックス、行くわよ。進めろ。このぐらい。はっ。うまい。ローリングスマッシュ。忍者を任せなさい。オッケー。はっ。ここで畳み込む。マイルマ。崩れろ。ダブルスピンエッジ。このぐらい。ちょっと待って。勢力を確認。いいぞ。ダブルスピンエッジ。チームから消えてくれ。行きます。これで。いや。崩れろ。レッカー、はんなりと行きましょう。いいね。だね。コスモス、適正量を確認。準備 OK。 レッカー、ドライブ、ハンドリッドファイヤー、やっちゃって。一撃。やった上出来だ。俺たちの力、見せてやろう。レトグ、行くわよ。崩れろ。コンセントレーション。いいね。ローリングスマッシュ。アンカーショット。やれるわ。そうはいかないわ。ダブルスピンエッジ。アンカーショット。準備オッケー。ダブルスピンエッジ。レッカー、行くわ。ライトニング。コンセントレーション。崩れろ。敵の属性が氷に変化したようだぞ。ロッパワーチャージ。避けんなよ。避けんなよ。進めろ。いいね。まだ次。敵の意識をこちらに集める。準備 OK。 OK。 コンセントレーション。ムキムキになって属性反応増大。みんなの役に立たんとね。体の中から力が湧いてきました。どれどれ。いただき。
つけた。この調子で。王子、あそこ。どうやら目的地到達のようや。王宮よりずっと古い建物みたいだね。ええ、当時のままのようですね。これやな。コアクリスタルみたいだ。これがサンクトスチェイン。ええ、これがサーペントの制御コア。私とサーペントが意思の疎通を図るために必要なものです。急がないと。わかりました。どう、直せそう？静かに。ごめん。光。浮上している。王子、浮上したら雲海を回遊するよう玄武に伝えといたわ。おお、どうやら間に合ったみたいやな。よかった。もうトラ、暴れてやアンコみたいにならなくて済んだ。もう一件落着だね。レックス、もうあれ外しても大丈夫やで。うん。こんな僻地に隠されていたとはね。わからなかったわけだ。正直脱出するべきか迷ってたんですが、ご苦労様でした。今日はあの厄介な女もいないし、思いっきりやれるね。君とのロンド、楽しみにしてるぜ、ニア。いちいち気色悪いね、あんたは。そんな、ひどい。目的は、サンクトスチェインか。勘がいいね。バカ、他に何があるって言うんだよ。それもひどい。素直に渡せばなんて陳腐なセリフは言いません。全力で叩き潰してあげますよ。真のためにも。真と滅はどこ？彼らには聞きたいことがたくさんある。あなたに話したいことなんてないと思いますけどね。そうかしら。そうですよ。イサンデルとこ悪いけどな、ブレードもなしにどないして戦うんや。舐めすぎちゃうか？別に舐めちゃいませんよ。そんな必要ないだけです。なんやで？
アクリスタルやと。やっぱりブレイド。いや、マンイーターか。すごい、ご明察。これまでいろんな邪魔が入りましたけど、今日はそれもなさそうだ。これで心置きなく戦える。やってみなよ。簡単に行くと思ったら大間違いだよ。まさか思っちゃいませんよ。言ったはずです。全力でとね。よし、やってやる。これで防衛基地崩れろ。ガンセントレーション。レンに転がれ。やったー。このカウンター。私に仲間がダメージを。いいね、オランダよ。あいつにしゅダブルスピンエッジ。一撃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 。その言葉を待っていた。メド有効を語りに行くはずだね。オランダと狙いぶんだけ。ストロング、いいぞ。マーチェック黒のハード。はい、一撃一撃一撃崩れろ。発射合ってきてる。これはワーデンスライド。さすがです。ブレイブタックル。いいじゃん。ちげストロング、ビートマーチェック。光この俺さまコンソメントリーダーを操るのさ。ルエロガキども、おっ白の波動、私に任せた。ユニコーンを畳んでいこう。シュージーを一番交わりやすい。ブレイブタックル。そこ、カゲロウのハードブロー。そうはいかないか。日々の研鑽を重ねる。私がお守りいたします。ダメージアーバー。ダメージアーバー。ニャ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 ー。ブレイブタックル。いいじゃん。今だ、思いっきりやってやろう。私とドライバーの勇気はどんなに固い意志でも砕く。くらえー、一撃攻撃か。いいぞ、くらって。指示された。そうはいかん。オッケー、うん、良い指示だ。コンセントを上げろ。ブレイブタックル。ドクンジャイグレー。いいぞ、光。はいはい、なんとホムラ。はい、参ります。嘘、メッカ。敵勢力を脅威と判定、追撃撃破。強い、マジでムカつく。ありえない、この僕らが。こんちくしょう。当然やろ、雷豪のジーク様やで。誰相手にしてると思ってんねん。とりあえずもう一発かまして寝てもらおうか。後でぎょうさん尋問したるさかいな。行くで、ゴーリキカーリ。シン、いつの間に。雷豪の名は伊達ではないよ。この俺が急所を外したのは初めてだ。ほんと俺、マジ心配せんで、かすり傷やこんなもん。し、大丈夫なんですか。そんなヤワじゃねえよ、こいつは。熱。おっと、俺はただの見物人だ。今日はどうしても自分の手でやりたいって、こいつがな。シンが。そういうことだ。サンクトス・チェインと聖杯共にもらい受ける。やってみろよ。確かにあんたは強い。だけどホムラも光も絶対に渡さない。強いな、だが言葉だけだ。
お前がそれを望むのならば、言葉ではなく自らの力で示してみせろ。最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。故に己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。まだ大丈夫。レックス、真の動きを止めるわ。光の速度には光の速度よ。わかった。みんな巻き込んだらごめん。よやったか。言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。シン、終わりだ少年。無人剣。こ
あの時バーンの構造に好きにさせるか。うわメルフ様。ほう、近くで見るとかなりのべっぴんさんだな。殺すのがもったいないぜ、あんた。離せ。やめろ。まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ、その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか。そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほー、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタン。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、死出なければ。どうするというのだ。私を消滅させます。ホムラ、私が消えれば困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな、そんな芸当ができたとは。どういうこと。あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子砲ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光、その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン。意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろホムラ、こいつらは。シン。よかろう。
ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。今頃気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど暴れた。